こんにちは、テニスのつぼのけいでございます。はい、今日は、第8週目、2月の最後ですねから、始めていきたいと思います。今月は、3月の1週目なんで、私横浜かなって言ってたと思うんですけれども、これ、チャレンジャーでしたね。チャレンジャーはまだ出れるランキングにないので、おそらくこれは現実でいうところのアジア大学、国際、テニスオープンなんだと思います。それに一応出るつもりで、やっていきます。ちょっと予定では休みを入れて、この、顔の横にあるね、ゲージが、体力だと思いますので、それをちょっと充電しながら、出ていきましょう。横浜ということで、交通費はこんな感じになってます。安いですよね。横浜じゃない、間違えました、東京ですね。東京なんで、交通費自体は片道1万2470円で行けるということで、はい。というわけで、対戦相手はな人です。やっていきましょう。Welcome to this first round men's match. Please welcome the players as they take to the court. コート費が安いんで、ここはお金を稼ぐチャンスですね。もちろんランキングのこと考えるのも、ね、大事なんですけれども、スポンサーとかつくまでまず、金銭的にやっぱりテニス選手はちょっと厳しいっていう。チープスポーツだとね、当然例えばサッカー日本代表とか、移動はすごいね、アジアに行ったり、もしくはヨーロッパ組の人がヨーロッパ行ったりとか大変だと思うんですけれども、その辺のお金に関しては、ね、心配がなかったり、すると思うんですよね。チームスポーツの場合は自分でお金出して、どっか行くっていうのもないと思うんですけれども、コーチとかつけるんだったらコーチも自分で持つっていうことで、大会優勝で今大会19万円なんですけど、このレベルだと、優勝して7日間滞在して、10万円しかもらえない、 10万円とか20万円ぐらいしかもらえないっていう、これが本当ちょっと、リアルなんで、まあ、そういうリアルな世界にね、行きたかったんですけどね。オープン大会でも私の場合は20万で、まあ、ベスト8にどうにか入るみたいなくらいのレベルなんで、まあ、国際大会とか全然考えたこともなかったですけれども、ちょっとこうゲームの中で、ストレスを発散すると。でも、コメントとかでね、どんどんいろいろ言っていただければ、私もそれについてお話ししていったり、まあ、もしくはね、生放送とかでこういうの、まあ、なんかやっていくのも面白そうだなというふうには思ってますね。今ちょっと今うちの犬がめっちゃ騒いでます。聞こえたらごめんなさい。犬がね、さっきからずっと私これ連続で撮ってるんですけど、うるさいな犬。ずっと構ってないもんだから、ちょっと構え構えってすごいね、騒いでおりますので、とりあえずこの試合終わったら一旦私は、犬をめでるタイムに入ると思います。とりあえず今マッチポイントです。私は犬派でも猫派でもなかったんですけれども、まあちょっとね、機会があって犬飼うことになりまして、
ちょっと軽く犬を目で終わりまして、はい、2回戦行きたいと思います。はい、2回戦はジョーパンさん、かっこいいですね。ジョーパンいいですね。Ladies and gentlemen, welcome to this second round men's match. Please put your hands together for the players as they walk out onto the court. さあ、取られましたね。いや、能力値はさっき見たら27だったと思うんで、まあ勝ちたいな。やっぱね、ちょっと一発大きくね、勝たないとランキング上がんないですからね。アウトじゃないですか。だからあそこは本来捨てていいコースなんですけれども、まあやっぱりね、プロですからあの辺も能力は低いとはいえもね、入れてきますよね。はい、相変わらずイルが、騒いでおります。とりあえずこの試合まででしますね。じゃあね、パート1からこれずっと、溜め取りしっかりこれ2時間以上ね、やってるんですけれども、犬がもうさすがに遊べと、さすがに遊んでおくれと騒いでおりますので、とりあえずこの試合勝って次準々決勝からってしたいですね。この試合だけごめんね、犬集中させてくれ。おそらく皆さんに聞こえてないといいなって思うんですけど、うちの犬はあのバンバン鳴かないですよね。なんか知らないけど、ひょい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 ってこう、ひょいひょい系の犬なんですよね。だから犬の名前あるんですけれども、ヒョンタって呼んでますね。基本的にヒョンしか言わないんで。はい、というわけで、2回戦敗退ということで、獲得したポイントが1ポイント、ランキングが908、獲得したお金は22,894円ですが、交通費が東京まで12,470円プラス、滞在水曜日まで3日間ですので3万円ということで、42,470円、マイナスですね。2万円ぐらいマイナスとなりました。まあでもとりあえず1ポイント獲得できたのでね、早くチャレンジャーに上がれるように、まあ、こんな感じで、フューチャーズばっかりずっとやってるのもね飽きちゃうと思いますんで、ある程度ね、フューチャーズ1回優勝は見せたいと思うんですけれども、ちょっとね、だんだん飛ばし、決勝からとか準決勝からみたいな感じで、やっていきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いいたします。はい、それではまた失礼します。